どうも皆さんこんにちは、おたまです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日は雑談動画になるんですが、いいカメラを買えばいい写真が撮れるっていうのは、幻想なんじゃないかっていうのを動画で話していきたいと思います。これは初心者とか中級者とかもね、そういう部分は正直関係ないので、まあ単純にね、人間としてまあ写真を撮るっていう時に、なんかこういい写真を撮れるって別にカメラって関係ないんじゃないかっていうところを少し話したいと思ってます。で、僕ねもう目の前にこれあるんですけど、これライカの TL2 っていう、まあ結構ねハイエンドのカメラではないんですけど、これレンズとまあこのカメラ組み合わせたりすると実際40万ぐらいするカメラなんですよ。まあ、これ自体もね、もちろんすごいデザインはねすごくかっこよくて、まあいいカメラ、まあいろんなねいいカメラの条件もあると思うんですけど、すごくいいカメラだと僕は思ってます。まあ、本体のね作りとかそういうところも踏まえて、でこっちにあるのはソニーの α7-4 で、まあこれもねビヨンドザベーシックって言われている、まあ謳い文句でね発売されたフルサイズカメラなんですけど、まあめちゃめちゃねいいんすよ。すごい完成度高くて、でもこう写真を撮ってる時にうわいいマシン持ってるわっていう、まあ、そういうね感覚を持てるようなカメラで、なんかねこっちのねライカのものとはやっぱね全然こう違うね感覚があるんですよ、使ってる時に。でどっちもすごいいいカメラだと思うんですよね。もちろんそのカメラとして見た時になんですけど、まあ、僕ねいつもおすすめのカメラをねやっぱり紹介したりだとか、まあフルサイズカメラね買った方がいいよとか、まあ、こういうことをよく話してたりするんですけど、まあ、本当はね正直どんなカメラでもいいと思ってます。まあ、でもせっかく、まあ、カメラを趣味として始めたいなとか、まあ、カメラでちょっとこう仕事みたいなこととかできたらいいなとか、まあ、いろんな考えとかあるんですけど、まあ、せっかくカメラや、始めていただくのであれば、やっぱり長く続けてほしいっていつも僕考えてるんですよ。まあ、だからおすすめのカメラっていうのを、まあ、今後もね、紹介していきたいなというふうに思ってたり、まあ、するんですが、まあ、皆さんにね、まず考えてほしいのが、まあ、いい写真って何だと思いますか？何のために写真を撮りますか？まあ、本質的な部分から考えてみると、まあ、僕はね思い出をやっぱ記録するために、まあ、写真を撮ってるっていうのを思ってます。まあ、やっぱり今誰もがスマホで写真を撮れる時代にあえてまあカメラをまあ買うのってまあなぜなんでしょうか？まあ、やっぱりこう写真撮影が当たり前になった今だからこそ、まあ、どのようにね撮るのかを僕たちは今探しているんじゃないかなっていうふうに思います。本当ね本当に10年前とかに発売された、まあ、デジカメとかを、まあ、今ね若い子たちがこう中古で探してそれをこう楽しんでいるっていうようなのがあったりするんですけど、まあ、本当こういろんなね、皆さんがこうなぜね、こうカメラを買うのかっていうところ、まあ、例えば考えると、まあ、スマホよりもね高画質に撮影したい、まあ、これ α7-4 でやったら高画質に撮れますね。でフィルムカメラのようにノスタルジックに撮りたい、まあ、フィルムカメラ買う人もいますし、まあ、こうスマホのアプリでフィルムっぽい、写真に仕上げたりっていう人もいますよね。でやっぱ肉眼では捉えられないようなこう瞬間を撮影したい、スーパースローモーションとか、あとはもうものすごい速いシャッターでもう本当鳥がねこう魚を掴んでる写真を撮りたいとか、まあとはもうそうだね、まあ、今あるあるだけどこうみんなからいいねをもらえる写真を撮りたいとか、まあ、承認欲求的なところですよねっていうのがいいとか、まあでも考えてみると、なんか僕この間実家に帰って昔の写真とか見た時に、昔撮影した低画質の写真ってなんかこう思い出深くていい写真だなって感じたんですよね。感じませんか？まあ、つまり僕がね言いたいのは、こういい写真を撮るにはこうフレームに映り込むものがすごくまあ大切で、なんかその写真を見てこう思い出を振り返れることがすごい重要なんじゃないかなって最近考えたんですよね。
まあ、じゃあなんでお前はそんな高いカメラを買ってんだよってなるんですけど、まあ、僕はシンプルにカメラを趣味として、買ってたり、まあ、使ってたりする上で、なんかこう最新のカメラがね大好きなんですよ、シンプルに。で大好きで新しいものが好きで、まあ、やっぱこうスマホよりも解像感やこう立体感とかっていうのがあると、なんかこう感動するんですよね。やっぱそのマシンを使ってすごい綺麗な写真動画撮れると感動するじゃないですか。まあでもね、動画撮影とかってなると別になんかそのものすごい綺麗なものが撮りたいとかっていう、まあ、わけでもなかったりして、まあどちらかっていうとこう、まあ、いわゆるこう映画っぽい 4K24 フレームで撮影された、まあ、フィルムカメラ、まあ、フィルムライクな映画っぽい写りが好きだったりもするんですよ。まあそうなるとやっぱりね、結局たどり着くのはまあこうレンズ、このレンズとかね、まあ、レンズで結構やっぱ写りって変わるんで、レンズとか、まああと色編集だったり光の表現、まあ今もこう光当たってますけど、この光のね自然光の表現とか、あのまあ光の使い方ですよね。こうビデオライトとか、まあこうストロボとかいろいろあると思うんですけど、まあ、やっぱそこら辺大切になってくるなって思うんですよ。でかつやっぱりこういろんなねカメラがもちろんあって、いろんな撮り方とかもあるんですけど、なんかこうこの写真僕が撮ったんだよみたいな、こう、まあ、自分を表現するためにやっぱ自分にしか撮れない写真とかがやっぱ撮れればいいんじゃないかなって僕すごい思ったりしていて、もちろん動画もそうだと思うんですけど、まあ、やっぱ伝えたいのはこういろいろ話したんですけど、まあ、あのいい写真の基準ってやっぱ人によって違うんですよね。でやっぱこうカメラを趣味として続けられるかって、まあ、その人のなんかこう価値観に合った撮影スタイルっていうのを見つけ出すっていうことなんじゃないかなって僕思うんですよ。例えばなんかその撮影スタイルでも、なんかこう例えばディズニーのなんかこうパレードでこうキャラクターを綺麗に近くで撮れる写真を撮りたいとか、例えば家族と旅行に行ったものを撮りたいとか、自分は登山に行くから登山でなんかこう撮影したなんかこう思い出を残したいとか、なんかそれぞれにこう記録するものって全然違くて、やっぱその撮影スタイルっていうのをこう自分で見つけ出すっていうのが僕すごい大切だなっていう風に考えてます。まあ、結論ね、まあ、いいカメラを買えば、まあ、いい写真が撮れることももちろんあると思うんですよ。ただ自分がいいと思える写真を撮れるように、もうやっぱシャッターを切り続けるっていうのはやっぱ僕すごい大切なんじゃないかなっていうふうに考えます。だから僕が思うのは、やっぱいい写真を撮れるための、まあこれがね基本的な心構えなんじゃないかなと思います。自分が、いい写真を撮れるように、いろんなねこう撮影スタイルを見つけ出して、とにかくシャッターを押し続けるっていうのがやっぱね心構えとしてこうカメラを始める上ですごい重要なんじゃないかなって思ってます。まあ、なのでね、今すでにこうカメラを買うか迷ってますとか、僕の動画を見てねこうカメラちょっとまだね買うのに一歩手が届いてないなとか思っている人にね、この動画見ていただいたりだとか、あとはなんかこう実際にカメラをね買った、まあ、前に買って、まあ、この動画見てるとか、まあ、僕の動画見てカメラを買いましたとか、まあ、そういった方が、まあ、今ねちょっとしっくりうまくなくて、まあ、ずっとこうお尻の中に入れてるとかね、ずっと最近撮ってないなとか思ってる方がいらっしゃれば、まあ、その人一回ねこう出してみて撮影してみて、なんかこうスマホより画質があんま良くないなっていうことを考えるよりも先に、こうカメラで写真を撮ることで自分の記録を残すっていうところに一度ちょっとフォーカスをして、カメラのシャッターを切ってみるっていうのもなんかちょっとやってほしいなっていうふうに思います。伝わったかな？まあちょっとねこんな感じの、まあ、締めになっちゃったんですけど、まあ、雑談になりますので、まあ、本当ねこの動画を見ていただいて、
ありがとうございます。まあね、もしね、この動画を見てね、まあ、ちょっとカメラ改めて始めてみようかなとか思った方、まあ、そしてねこの動画良かったと感じた方、ぜひ高評価していただけると嬉しいです。チャンネル登録もね、まだされてない方いらっしゃったらしていただけると嬉しいので、ぜひともね次の動画も見ていただけるといいかなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。